ポリカールポフ U-2、ポ -2 ポーランド空軍のポ -2LNB、ポリカールポフポ -2 は、ソビエト連邦のポリカールポフ設計局が開発した単発服用の練習機。正式時の故障は U-2 である。他国では10月革命以降ソ連が最初に自主開発した機体として知られており、また20世紀前半では、 世界最高となる4万機以上が生産され、副用機としては最多生産機でもあった。1920年代後期になると U-1 練習機の陳腐化が始まったため、ソ連は新練習機の設計を指示、ポリカールポフが設計した機体を U-2 練習機として正式採用した。本機はアブロ504等第一次世界大戦時の航空機と、 よく似ているが、ロータリーエンジンではなく新設計の固定式発動機を搭載しており、潤滑油消費量と騒音はかなりの改善が見られた。本機の最大の特徴は安定性にあり、切りもみ状態に入るのが困難で、偶然切りもみ状態になったとしても、簡単に回復したという。初歩練習機に適しているとして、軍民共に使用され、多くの搭乗員を育てた。 1930年代中期以降は、太陽戦闘機の時代となり、ソ連空軍の主力練習機も UT-2 練習機に改変され、本機は民間練習機、雑用機に転用された。独ソ戦時には1009兵器としては明らかに弱々しく力不足だったが、本機のような機体が持つ特徴が主力機では、不適とされた任務にふさわしいと再評価された。 離着陸時の滑走距離の短さは、ドイツ軍広報のゲリラ部隊との連絡に、巡航速度の低さは、戦術偵察機や観測機として役立った。またレーダーの視覚となる、超低高度で飛べる木製ホルノバリ構造の機体は、レーダー投影面積も非常に小さく、レーダーで本機を発見するのは容易ではなかった。このため、孤立した部隊への夜間補給物資投下などの、 特殊任務にも有用だった。さらに消音器を装備し、騒音を低下させ夜間、襲撃機としても使用された。本機と I-15 は、こうした任務に再度投入された。また、こうした任務専用の攻撃機型 U-2SB が、生産され、朝鮮戦争終結まで使用された。百四十三年、乗組員が全員女性という第八十八。 夜間爆撃機連隊がおよそ600人の隊員により編成された。彼女たちは夜間ドイツ軍を攻撃するためにこの小型服用機ポリカルポフポ -2 に乗り込み出撃した。ナタリア・クラフツォバは出撃回数980回という女性航空隊切手のパイロットである。1981年には同連隊を題材とした映画対毒爆撃部隊。 ナイトウィッチが制作された。1944年に設計者のポリカールポフが死去、彼の功績を称えるとともに、ソ連の新しい航空機命名法に従って、後期型はポマイナス2と解明された。戦後は、共産権諸国に多数供与され、さらにライセンス生産も行われた。本機は、素晴らしい副用機ではあったが、木製本屋組に、 骨の張り構造の機体は維持整備が難しかった。さらに、同種の特殊任務により適したヘリコプターが、第二次世界大戦や朝鮮戦争を経て実用化が進んだため、50年代になると各国での生産も終了した。外観と性能は、第一次世界大戦時の戦闘機と同等の木製骨組組に、骨の張り構造の副容機で、 主翼は一長間の n 字型支柱と補助バリ線で指示されていた。通常は複座の練習機であるが、他に単座、4から5座の小病兵輸送、特殊連絡機型もある。操縦席は開放式、折りン付き固定式の主脚、機種には剥き出しの空冷式発動機に木製固定式に羽プロペラ推進であった。使用単位については、ウィキペディア、 ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照3面図タゲー多彩な雑用機として後半に用いられ、主に農業用、森林保護、航空測量、救急輸送、遊覧機、極撃等として使用された。ありがとうございます。